こんにちは、ドルナーです。ということで今回は今月発売されるドリューハウスの商品を見ていきたいと思います。ということでいつ発売するかというと7月24日土曜日の夜3時からです。今回発売するのはマスコット T シャツとかではなく、結構ね特殊な T シャツだったり、まあ、初めて発売するような種類だったりっていうのが結構多いので、まあ、今回も争奪戦になるかなと思います。今回も欲しいアイテムが3つあるので、それを一番最後に紹介したいなと思います。ではまず T シャツからいけます。はい、でまずこの黄色の T シャツなんですけど、皆さんお気づきだと思うんですけど、ロゴがねいつもよりちょっと大きいんですよね。でなんでロゴを大きくしたのかわからないんですけど、で比べてみるとわかるんですけど、個人的にはむしろ大きいより小さい方が欲しいですね。うん、なんか左胸にワンポイントのドリューの T シャツとか欲しい側なので、ちょっとでかいのはスルーしようかなって思います。でもこの T シャツの色がねもうドリューっぽいので、これも結構人気な商品なのかなとは思います。で続いてはこちらの紺の T シャツです。これは正直一番人気な T シャツなのかなと思います。やっぱり色がね紺っていうのは合わせやすいので、しかもね、まあ、日本は夏だしっていうのはあって、やっぱり T シャツは結構早く売り切れるんじゃないかなと思います。でこのモデルさんがねおそらく新しい人なんですよね。あまり見たことない人なので、はいって感じです。続いてはこちらの T シャツです。でこのサメなんですけど、実は2年前ぐらいにステッカーとして出てるんですよね。でこのステッカーっていうのは日本とアメリカ限定でドリューハウスプロジェクトって言って、ドリューハウスを広めるっていう目的でステッカーを無料で配布してたんですけど、それでこんな感じのステッカーで出てました。で自分もね持ってたんですけど、ドリューハウスプロジェクトっていうのは電柱とかに貼ってドリューハウスを広めるっていうプロジェクトだったので、自分はね渋谷の電柱に貼ったんですけど、剥がされてたんですよ。電柱に貼るっていうのはねちょっと、まあ、法律的にはちょっとグレーなところなので、剥がされるのは当たり前だと思うんですけど、でもなんて言うんだろう、その業者さんが多分剥がしたんじゃなくて、勝手に誰かがね取ろうとしたのか分かんないんですけど剥がしたんですよね。結構高めのところに貼ったのでちょっと取れなかったのか、半分だけ切れてたっていう、明らかに取ろうとしてた形跡が残ってましたね。ちょっと悲しいですけど、おそらくですけど、まあこのサメの T シャツも出たってことはステッカーもね今回か分かんないんですけど、まあ、いずれかは出るかなと思います。でこの T シャツはね、まあ、なんて言うんだろう、ちょっと子供っぽいかなっていう感じで、ちょっと自分はスルーしますね。可愛いですけどねデザインは。そしてこちらもステッカーで出てたんですけど、隕石の T シャツですね、まあ、こちらも自分はスルーしようかなと思ってます今のところ。そしてこちら地球のねT シャツですね。ちょっとね写真があまりなかったんですけど、色はね薄いピンクの T シャツなのかな、おそらくですけど、でこれも可愛いんですけど、どう合わせていいのか分かんないので自分はスルーします。この写真もちょっと見づらいんですけど、おそらく薄い水色のドリューハウスのロゴ T シャツなんですけど、これも発売されたら結構人気な T シャツなのかなと思います。 T シャツはこんな感じです。続いてはパンツを紹介していきます。まずこちらのね黄色のパンツ、これは先ほど紹介した T シャツのセットアップ、おそらくメッシュパンツだと思います。続いてはこちらのデニムのショートパンツですね。これちょっと個人的に欲しいなと思ってて、なんでかっていうと、ここのね左のお尻ら辺にねクマのイラストが書いてあって、こういうね小さいイラストなら欲しいなって思うんですよね。あまり主張しすぎない感じがいいかなと思って、色もね可愛いので、ちょっとこれ今回狙ってみようかなと思います。おそらくそこまでね人気な商品ではないと願っています。はい、続いてはこちらのデニムパンツですね。これは前回色違いで出てたんですけど、まあ、これもいずれか欲しいんですけど、今ちょっとね暑くて多分夏には着れないなと思うのでちょっとスルーします。でこの写真しかなかったんですけど、おそらくこれスウェットパンツなのかなと思うんですけど、セオドアのイラストが描かれている、おそらくスウェットパンツです。これも、まあ、出るのかなと思います。はい、ちょっと写真がこれしかなかったんですけど、はい、で続いてはこれ新しいんですけど、七分丈のパンツですね。この素材はコーデュロイパンツ
なんですかね、おそらく。そして定番のコーデュロイパンツ、これもね色的にめちゃくちゃ可愛いと思うので欲しいんですけど、ただ値段がね1万5000円とか1万6000円するのでちょっと高いんですよね。しかも夏には履けないので、あの金銭面的に余裕があったら買おうかなと思います。はい、続いてはパーカーですね。先ほど紹介したセットアップのコーデュロイパーカーです。それとこちらパーカーじゃないんですけどスウェットですね。これは結構前に灰色のスウェットが出てて即完売したんですよね。このスウェットはどうかわかんないんですけど、結構早く売り切れるのかなと思います。はい、紺色っていうのもね多分合わせやすいと思うので。続いてはシャツですね。これも先ほど紹介したセットアップなんですけど、これもおそらくコーデュロイじゃないのかな、ちょっともしかしたらちょっと薄いシャツなのかな。はい、この写真だけだとちょっとわからないですね。続いてはこちらです。自分が今回一番欲しいコーデュロイシャツです。はい、自分はコーデュロイシャツ持ってるんですけど、持ってわかったのはめちゃくちゃいいっす。はい、でコーデュロイシャツのどこがいいかっていうと、まず他のブランドではねあまり見ないんですよね。コーデュロイシャツの長袖は見るんですけど、半袖はなかなか見なくて、これちょっとドリューハウスっぽくていいなって思いつつ、サイズ感もオーバーサイズで、しかもこの色ジャスティンがね一昨日ぐらいに着てて、うわこれ買うしかないなと思って今回買うかなと思います。はい、めっちゃ色可愛いんですよね。ジャスティンがこんな感じで着てました。このジャスティンが被っているこのドリューハウスのメッシュキャップも今発売されてます。はい、で価格が4200円ぐらい発売されてて、おそらくそんな今日売り切れるとかっていうわけではないと思うので、発売日と同時に購入してもいいのかなと思います。そしてバケットハットですね。こちらもセットアップなんですけど、まあ自分ねバケットハットは全く似合わないのでスルーします。あとこちらのバケットハットですね、この柄がちょっとわかんないんですけど、まあ水着が前回出てましたね。で今回噂されてたのがこのパープルのシリーズなんですけど、おそらくねこのパープルのシリーズはまあ次のコレクションなのかなと思います。個人的にはねこのパープルのコレクションめちゃくちゃ待ってたのでちょっと悔しいんですけど、これもまあ待つしかないですね。はい、ということで一通り紹介しました。で最後に自分が思う人気な商品と自分が欲しいアイテムを紹介して終わろうかなと思います。自分が思う人気な商品は一つがこちらの黄色の T シャツですね。で新しいモデルなのでもう本当に即売り切れるかむしろ残っちゃうかどっちかなんですけど、この黄色の T シャツ結構早いのかなと思います。で続いてはこちらの紺の T シャツですね。これは間違いなく速乾すると思います。で続いてがこちらのスウェットですね。で前回が即売り切れたので、まあ季節的にはちょっとどうかわかんないんですけど、まあ、こちらも結構人気な商品なのかなと思います。今思ったんですけどこのショートパンツもおそらく出るんですかね、この紺色のパンツ。そして最後はこちらの薄い水色のドリハースのロゴ T シャツですね。こちらも発売されたら結構即完売するのかなと思います。はい、そして最後に自分が欲しいものはまず一つ目が先ほど言ったコーデュロイシャツです。デニムのショートパンツ、あとはですね、こちらのステッカーなんですけど 2,3 週間前に発売されててまだ在庫があったので、まあ、これも一緒に頼もうかなと思います。この動画で紹介したのはあくまでも発売される予定の商品なので、これが全て発売するというわけではないと思うんですけど、一応こんな感じが出るよっていうのを紹介しました。でこの紹介した商品はドリューハウス .jp っていうインスタグラムのアカウントで分かりやすくまとめて紹介するので、もしよかったらフォローお願いします。このアカウントでは、まあ、これからドリューハウスの発売日だったり、あとはドリューハウスが何を発売するかっていう商品の紹介だったり、まあいろいろやっていこうかなと思うので、気になる方はよかったらフォローしてみてください。それでは、この動画良かったなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメント、そして皆さんが今回何が欲しいのかっていうのも、YouTube のコメントにお願いします。発売日前日にはインスタグラムでライブしようと思うので、もしよかったらそちらも見に来てください。それでは次の動画でお会いしましょう。また。